富士山浸水公園に移設保存されている富士山レーダー富士山レーダーは気象庁が1964年に富士山町の富士山測候所に設置した気象レーダーとその運用システム。1999年に運用を終了した。本事案は気象レーダー運用の電気技術史に残すべき顕著な事例として2000年3月に IEE マイルストーンに認定された。 1959年の伊勢湾台風では、台風の接近と伊勢湾の満潮の時刻が重なった、ことで大規模な高潮被害が発生し、死者行方不明者5000名という大災害となった。これを受けて、台風被害を予防する目的で、日本本土に近づく恐れのある台風の位置を早期に探知することが、社会的要請となり、気象庁が対策として、気象レーダーを設置することとなった。 設置場所は全方向にわたって、レーダーの電波が山岳で遮られることがないという観点から富士山頂が選定された。従来から速攻所として機能していた富士山速攻所にレーダー旨を増設することとなった。工事は設置場所までの資材搬入経路の確保が格別に困難なこと、設置場所の気象条件が過酷なこと、納入機器が他に例を見ない性能であることから、 気象庁は取引先選定で競争入札は機能しないと判断し公共工事としては異例の随意契約により三菱電機と体制建設に発注した設置費用は2億4000万円着工は1964年5月であった現場の気象条件は過酷であるため工事は難航した資材の搬入も難題であったレーダーの設置を受け負った 三菱電機では搬入をブルドーザー、協力、輸送用ヘリコプターの3方法を試みた。1964年8月15日にヘリコプター輸送を行い設置に成功した。最終的に工事資材は500トンを超え、そのほとんどがブルドーザー系街道により運ばれることになった。当時の気象庁の富士山レーダーにかける機体は極めて高く、 すでに運用されていた新潟県や彦山や島根県、三坂山の山岳レーダーで用いた5.7センチメートル波レーダーではなく観測エリアを広範囲にわたって確保するため、途中の雨雲等による電波減衰を防ぐ目的で異例の10センチメートル波レーダーを用いることとした。他方、波長が長くなることによるレーダー画像の分解能低下を防ぐため、使用するアンテナを当時標準だった。 直径3メートルのものから直径5メートルに大型化することとしている。この富士山レーダーができるまで世界で一番高所にあった気象用レーダーはアメリカ合衆国モンタナ州にある標高2600メートルの山の山頂にあったものだったので富士山レーダーは一気に1100メートル以上も世界記録を塗り替えた。レドームの白いジオデシックドーム構造物は設置されていた当時は 富士山町の代表的な構造物の一つであった。1999年11月1日、富士山レーダーは気象衛星により台風の接近を観測できるようになったことと、代替レーダーが静岡県の牧野原大地と長野県の車山野に箇所に設置されることによりその役割を終え、運用を終了した。その本体は解体撤去され、2001年9月に、 富士吉田市に移設され、富士吉田市立富士山レーダードーム館として公開されている。この気象レーダーの建設完了までの過程を特集した内容が NHK 総合テレビのドキュメンタリー番組プロジェクト X 挑戦者たちからの記念すべき第1回放送として放映された。アンテナを保護するレドームのジオデシックドーム構造の骨格は容体から 開発関係者や現場工事関係者らに、鳥かごとあだなされた。直径9メートルの半球状ドーム骨格でパネルを貼った後に、風速100メートル毎秒の冬の風に耐えられる仕様で、重量620キログラムであった。これを現地に搬送する際に一部を分解して、運搬し山頂で組み立てることは難しく、ヘリコプターによる空輸では、揚力が不足することが、 骨格完成後に判明指南工事の最後の障害となって立ちふさがった。最終的には、揚力が不足している分だけヘリコプターのドアや座席など取り外して、軽くし、最小限の燃料搭載で対応した。この時に利用されたヘリコプターシコルスキー S-62 は、晴天となった百六十四年八月十五日の午前七時十五分に、富士宮市にある、 臨時ヘリポートを離陸。約18分後に骨格設置予定の富士山頂に到着。好天が災いし、富士山頂上空は無風でホバーリングに適さず、ヘリコプターの操縦は困難を極めたが、起き、逃げと呼ぶマニューバで強行し、レーダードーム設置に成功した。1965年の運用開始時。 使用波長は 2.88GHz 帯で出力は 1500kW、5メートル系回転式、パラボラアンテナの気象レーダーで、最大 800km 先まで観測が可能だった。1978年には、従来の真空間方式から、半導体回路に改められた2代目に更新され、1999年の運用終了まで使用された。ありがとうございます。